日本がインドとの外務防衛閣僚会合、通称2プラス2にて驚きの展開になり、モガ2型護衛艦が搭載している複合通信空中戦の通称ユニコーンのインドへの転移が検討との情報をキャッチしました。今回はそんな最新鋭モガ2型の複合通信空中戦の通称ユニコーンのインドへの転移化を詳しく見ていきますね。日本とインドの協力体制は中国が一番嫌う方向性です。近平も今度は挟まれてしまいましたね。中国国内は崩壊中なんです。日本とインドは2カ国間で相互に外務大臣と防衛大臣及び国防大臣が参加を行う外務防衛閣僚会合、通称2プラス2と呼ばれる協議をインドの首都ニューデリーで2024年8月20日に開催したことが報じられた。今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2には、前者からは上川外務大臣と木原防衛大臣、そして後者からはジャイシャンカル外務大臣と新国防大臣が出席、両国としては通算で3回目の実施となった。日本において外務防衛閣僚会合、通称2プラス2と聞けば、唯一の軍事同盟締結国であるアメリカとの間で行われる会合との印象が強いかもしれないが、今回のインドのようにアメリカ以外の国とも行っている取り組みではある。日本はこれまでにもアメリカ以外の複数の国とこの外務防衛閣僚会合、通称2プラス2に臨んでおり、今回のインドをはじめオーストラリア、インドネシア、そしてイギリスやフランスなどともその会合を行っている。もっとも相手国として以外に思われるかもしれないのはロシアで、かつての安倍政権時には同国からの北方領土の返還を念頭に置いた日露間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2を開催したこともあった。まあ、2022年2月に逝去し、今もウクライナの劣勢が続くロシア・ウクライナ戦争に直面し、日本とロシアとが再びこの外務防衛閣僚会合、通称2プラス2を開催することは当面はないと思われるが、政治的な動向に沿って開催されてきた側面もある。さて、今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2の開催だが、その主たる開催目的は南シナ海や東シナ海、さらには西太平洋など周囲の海への進出を強める中国に対し、これを牽制する政治的な意味が大きかったと考えられる。したがって今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2においては、大きな枠組みとしては日本、インド、アメリア、オーストラリアの4カ国によるクアッド体制のこれまで以上の連携の強化が打ち出された。また日本とインドの双方が今後の安全保障環境を見据えた上で、宇宙空間やサイバー空間といった新たな領域についても軍事面を含めた協力関係の進行を行うことが表明され、新たにこれらの点への協力も合意がなされたとされる。具体的には、今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2の成果として、日本の自衛隊とインド軍との合同軍事演習の強化や、海上自衛隊の艦艇を中東方面やアフリカ方面に派遣する際の支援についても合意したと報じられている。これらに加えて注目を集めたのは、現時点で海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるモガ2型に搭載されている艦艇搭載用のアンテナ設備をインド海軍の艦艇に対しても転移する検討がなされた点であろう。この最後の海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるモガ2型に搭載している艦艇搭載用のアンテナ設備をインド海軍の艦艇に転移する検討が行われたことが注目されているのは、それが日本の防衛装備品の輸出に直結する事例となり得るゆえであろう。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるモガ2型は、1番艦にして、ネームシップのモガミ、2番艦のクマノ、3番艦のノシロが2022年、4番艦のミクマが2023年、5番艦のヤハギと6番艦のアガノが今年2024年6月までに就役している。さらにモガ2型は、7番艦のニヨドも今年2024年末の就役が予定されており、以後8番艦の優別、
9番艦のナトリが来年2025年中に就役予定で、10番艦から12番艦も2026年度内までにこれに続く形である。一時期は22隻という大量建造も視野に入れられていたのが身型護衛艦だったが、現在はこの12隻で一旦同型艦の建造を終了し、以後はその拡大改良版となる新型艦の建造が同様に12隻の規模で実施されることが打ち出されている。もが身型護衛艦は基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、全幅で 16.3 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊で初となる新たな艦式号、FFM を付与された艦艇としてもよく知られている。この艦式号の FFM は、頭の FF が艦級を示すフリゲートを意味しており、後ろの M は、嫌いを表す、マインと多目的を表すマルチパーパスのダブルミーミングと公表されており、従来までの日本の沿岸防備を担う護衛艦、艦式号、DE を置き換えるものとなっている。もが身型護衛艦は、当初の予定であった基準排水量3000トンという規模からは3割ほど大型化しているが、機関部には、ディーゼル機関とガスタービン機関を合わせたコダグ方式を採用。最大で出力7万馬力、30ノット以上の速度を発揮可能としている。また、兵装面に関してももがみ、型護衛艦は、主砲として、マーク 45.62 口径5インチ砲1機、マーク 41VLS 垂直発射艦16セル、17式艦対艦誘導弾の4連装発射塔を2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機等を装備予定で、そして、機雷の敷設と除去の両方を行うことも可能とされている。この最後に挙げた機雷の敷設と除去の両方を行うことが可能である点が、もが身型護衛艦の艦種記号、FFM にも反映された特徴であり、従来まで、ハムット小型の専用の艦艇で実施していた対機雷戦闘も包括して行うことが基礎されている。そして、もが身型護衛艦といえば、レーダー反射断面積を極力抑えるために、できるだけ、艦全体をシンプルなラインで構成するデザインが採用されており、兵装を含め、非常にスッキリとした見た目が特徴だと言ってよいだろう。こうしたレーダー反射断面積を極力抑え、艦隊のステルス性の向上の一環を担っているものの一つとして、艦橋上部に設置された円筒形をした棒状の通信用のアンテナ、複合通信空中線があり、もが身型を識別する上での外観上のトレードマークともなっている。もが身型護衛艦の通信用のアンテナ複合通信空中線は、英語ではユニテッドコンビネットラジオアンテナユニファイドコンバインドラジオアンテナと呼称され、その頭文字と見た目から想像上の一択銃にも呼んでユニコーンとも呼ばれている。この通信用のアンテナ複合通信空中線である通称ユニコーンが、今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合通称2プラス2において、今後日本からインド海軍の艦艇へ移転する検討が行われたものである。通信用のアンテナ複合通信空中線である通称ユニコーンは、日本の NEC 日本電機株式会社が主契約となって開発されたもので、同社の桑井三波工業株式会社及び横浜ゴム株式会社の技術によって実用化された。この通称ユニコーンは、これまで海上自衛隊の艦艇においてマスト上部に複数存在していた個々の空中戦群を相互に干渉させずに配置し、レーダー反射断面積を低減させ、対雷性を確保し、また整備性を向上させ、偽装を簡素化して、単体の空中戦装置に統合したものである。今年2024年3月の時点で、日本は国連憲章に沿う形の防衛装備品技術移転協定を、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデンの欧米各国、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マーシア、ベトナム、タイ、そして中東の UAE と締結している。今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合通称2プラス2の後、木原防衛大臣は、
通称ユニコーンのインドへの移転を機会とし、防衛装備品へ関連する技術協力を深めることで合意を得たと述べ、インド等の関係国とさらに連携強化を図る姿勢を明確にした。こんにちは。今日は尖閣諸島で起こった驚きのニュースをお届けします。なんとメキシコから来た40代の男性がカヌーで漂流し、この遠く離れた島に上陸しました。この大胆不敵な旅の背後には一体何があるのでしょうか。この動画でその全貌を解き明かしていきますので、最後まで見逃さないでくださいね。中国海警局の動きを封じた海上保安庁はさすがです。中国も自分の領土とは思っていないのでしょう。本来ならフィリピン以上に突っ込んでくるでしょうからね。今年の日本では最大で9連休という大型のお盆休みという方も多かったのではないかと思われるが、その最中の2024年8月16日、尖閣諸島の一島である大釣島において一風変わった海難救助の実施が海上保安庁から報告された。この尖閣諸島の大釣島における海難救助の案件とは、2024年8月16日にメキシコ人の40代男性一人がカヌーに乗って道東の東側の海岸に漂着、周辺の海域で哨戒活動を行っていた海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部によって救助が実施されたというものだ。この魚釣島にカヌーを用いて上陸したメキシコ人の40代男性一人を発見したのは、哨戒任務に当たった海上保安庁の巡視船であったが、その救助には回転翼機が投入され、無事当該の人物を保護、救助したとされる。当該のメキシコ人の40代男性は、この海難救助案件が正規する前に、日本の最先端の島である与那国島に宿泊をしていたことが確認されており、そこで台湾へと渡りたいとの自らの考えを周囲に話していたとされている。このメキシコ人の40代男性は、2024年8月14日以後に所在が不明となっていて、滞在先であった与那国島の宿泊施設からは、同施設が所有していたカヌーが一艘なくなっていたことが確認されており、これを使用して、道東から台湾への渡航を目指したとめされている。メキシコ人の40代男性の滞在先であった与那国島の宿泊施設は、所有していたカヌーが一艘なくなっていたことに関して、警察等への盗難届等の対応は行っていなかった模様だが、状況から見てこれが使用されたことは、まず間違いなさそうだ。尖閣諸島の魚釣島で発見された当該のメキシコ人の40代男性が使用したカヌー一艘には、数日間の航海に備えるべく、飲料水と食料等が積み込まれていたとされ、その状態で、与那国島から台湾へと航行しようと試みたとみられる。沖縄県の与那国島から台湾までの距離はおよそ 110km ほどではあるものの、この付近の海をよく知る関係者からすれば、当該のカヌーで渡航しようとする試みはかなりリスキーであり、非常に困難な挑戦だと言わざるを得ないようだ。ちなみに、与那国島から尖閣諸島までは、台湾までよりも遠いおよそ 150km ほどの距離があるのだが、潮流に流されて意図せずに、このメキシコ人の40代男性ハウを釣り島へと漂着してしまったものと考えられている。尖閣諸島の周辺海域といえば、近年は、富に、中国側の進出が著しい場所であり、中国側は自国領だと一方的に主張を行うことと並行して、
公船である中国海警備局の船舶の侵入を半ば常態化させており、日本の懸案事項となっていることは周知の事実だ。したがって、今回、海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部によって海難救助されたメキシコ人の40代男性には、何らかの、そうした日本と中国とに対し影響を及ぼさんとする、政治的な意図が存在したか否かが注目されている。しかし、このメキシコ人の40代男性は、尖閣諸島の魚釣島に漂着した後、自ら、同海域の哨戒活動を行っていた海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部側の船舶に、自身の救助を促すアピールを行ったとされ、そうした政治的な背景は今のところ確認されていない。日本側の大方の解釈は、今回のメキシコ人の40代男性が、尖閣諸島の魚釣島に上陸することとなった理由は、無謀にも台湾を目指して、与那国島から、カヌー一艘で渡航を帰としたものの、潮流に流され、あえなく漂着を余儀なくされたものと解釈されている。海上保安庁は、今回、尖閣諸島の魚釣島において、海難救難活動を行い保護した、当該のメキシコ人の40代男性について、日本の国内法に照らして出国管理法に違反した行為だと判断し、救助日から3日後の2024年8月19日に、同容疑で書類送検を実施した。当該のメキシコ人の40代男性が、与那国島から台湾へと渡航すべく、カヌー一艘で道東を出港、結果的に、その目的は果たせず、同じ日本の尖閣諸島ハウオツリ島に漂着したにせよ、その行為は、日本の国内法に照らし、不法な出国を企てたことになる。今回のこの当該のメキシコ人の40代男性が、尖閣諸島ハウオツリ島に漂着したことに対し、発見し、海難救助に回転翼機を用いて迅速に行った海上保安庁の対処、その後の出国管理法に違反した容疑での書類送検の実施に関しては、おおむね、日本国内の反応は利なかったものと評価する声が多いようだ。海上保安庁の今回の対応を評価する声が多い理由としては、前述したように、尖閣諸島については、中国側も自国の領土であると強硬に主張しているにもかかわらず、その介入を許さずに、日本側が自国の国内法で迅速に対処した点にあると思われる。こうした海上保安庁の迅速な対応よって、尖閣諸島を実効支配しているのは紛れもなく、日本側であるとのアピールを周辺国、ひいては世界各国に向けて強力にアピールできたと思われ、その意義を評価するという考えからであろう。その一方で、今回の海上保安庁の対応を手放しでは喜べないと解釈する人々も存在するようで、そうした意見の核となっていると思われるのは、当該のメキシコ人の40代男性を海難救助した手法が回転翼機を使用した点を疑問視しているようだ。いわく、今回の当該のメキシコ人の40代男性の救助は、回転翼機ではなく、海上保安庁の巡視船から降ろした小型艇を魚釣島に、当人の行為と同様に上陸させる手法を採用すべきであったという、指摘が主張の中心だと感じられる。個人的には、当該のメキシコ人の40代男性の救助を、海上保安庁側が実際に行った回転翼機と、そうではなく、巡視船から降ろした小型艇で行うことに、意義の違いを見出すという考え方は、正直、どこに相違があるのかがピンとこない。海上保安庁側も、今回の回転翼機を使用した海難救助の手法については、事後に、その事態を素早く解決する上では、最も有効なものであったと考えているようであり、個人的にも、その考え方に同意する部分の方が大きい。当該のメキシコ人の40代男性の救助は、海上保安庁の巡視船から降ろした小型艇を魚釣島に上陸させるべきであったとの考えの根底には、日本が尖閣諸島を実効支配していることの強力な防衛を足り得るとの考えが横たわっているようだ。しかし、仮に、そうした手段を海上保安庁が適用し、当該のメキシコ人の40代男性の救助に時間を要するような事態となれば、逆に、中国海警局の船舶が妨害行為に及ぶ可能性もあったのではないかと、個人的には思えてならない。
そして、最悪の場合、日本の海上保安庁が、先に、当該のメキシコ人の40代男性の救助を実行できず、逆に、中国海警局側が当人を拘束するという事態に発展したかもしれず、そうなっていれば、この問題は、非常に、大きな日中問題へとつながった恐れも多分にあるだろう。昨今の中国は、南シナ海においては、フィリピンと公船同士を衝突させる事態にまで、自らの領土、領海だと主張する場所における実力行使をエスカレートさせており、そうした展開が、いつ尖閣諸島で生起しても、何ら不思議ではないと思われる。少なくとも、今回の海上保安庁の当該のメキシコ人の40代男性の救助は、回転機を用いたことで迅速に対処できたことは間違いなく、中国海警局の船舶との間で、直接的な衝突を避けながら事態を解決したことは評価されるべきではなかろうか。今回の件とは全くの別件ではあるが、期せずして、当該のメキシコ人の40代男性の書類送検が行われた2024年8月19日には、NHK ラジオ国際放送のニュースにおいて、中国籍を持つスタッフ1名から、尖閣諸島は中国領土との主張がオンエアされた。この不適切な放送について、当の NHK も、すぐに謝罪を行い、本件の関連団体へ、厳重なる抗議を実施し、当該スタッフの契約は解除され、さらに、当該スタッフへは、刑事告訴と損害賠償の請求も行う方針だと報じられている。今後も、中国側によるあの手この手の出の尖閣諸島に関する工作が収まるとは考えにくく、いざこれが発生してしまった場合に、どのように毅然とした態度を日本政府が取れるのかが、今後も大きな課題となるだろう。尖閣諸島の魚釣島で、メキシコ人の40代男性がカヌーで漂着し、海上保安庁に救助されました。この男性は、与那国島に滞在後、台湾を目指して、カヌーでの危険な渡航を試みたとされ、最終的には、潮流に流されて尖閣諸島に漂着しました。事件に政治的な意図はないと見られていますが、この地域は、中国が領有権を主張しており、領土問題に敏感な場所です。救助された男性は、日本の国内法に違反していたため、後に書類送検されました。この事件は、日本の迅速な対応が、中国による介入を防ぎ、実効支配を、確固たるものにしたことを示しています。次期戦闘機開発が始まりましたが、新進戦闘機のテストフライトが終了後に話が二転三転したようです。純国産で次期戦闘機を開発するために、日本はイギリス、イタリアとの共同開発計画に参加したのです。今回はこの3カ国共同開発で日本製の XF9 エンジンが使用されるのかどうか見ていきたいと思います。F3 戦闘機開発計画は、日本、イギリス、イタリアで進んでいるのですが、やっぱり純国産が望ましいですよね。その F3 戦闘機は、開発に弾みがついて、いずれは、日本に導入されるとも見る向きがあります。とはいえ、F35 戦闘機の開発も、かなり時間がかかっていますし、X2 新進を量産して航空自衛隊に導入した方が早道ではないかと思うのは筆者だけでしょうか。万が一 XF9 エンジンが使われなかったら日本はどうするんでしょうか。嫌な仮定ですが、
これ対する意見がネット上に溢れ返っているようですね。紹介してみましょう。日本機体の XF9 エンジンですが、非常に残念ながら使われないでしょう。イギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製のエンジンに決定したようなもの。IHI の XF9 エンジンでいいなら、テンペストは、とっくに、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システムに統合されて、フランスのスネクマ社製のエンジンを搭載してると思います。予算がついてるって、当然のことを書いてるけど、国会を通過したわけだから予算はつく。にしても、ものすごい金額だけど。F3 戦闘機は、ロールス・ロイスがエンジン開発の主体なんだろう。日本は、圧縮機とか、大事じゃないエンジン部分の開発や生産になるんじゃないかな。要するに主体じゃないってこと。主役じゃなくて、脇役なんだよね。F3 の中でも、日本向けには、IHI 製のエンジンをオプションとして乗せるんじゃないかと思うよ。日本が国産エンジンじゃなきゃダメと言い張ったら、日本用だけはそうなるんじゃないか。ロールス・ロイス社のエンジンに IHI は絡めなくなるだろうけどね、もしそうなったら。つまり、将来の話なんだ。イギリスやイタリアだけの話ではなくて。F3 戦闘機がいずれ輸出されるとしても、IHI は蚊帳の外になってしまうだろう。それで大丈夫なのか？日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いない。日本用には IHI の XF9 エンジンだろうけど、EJ200 エンジンのタービン温度が 1550°C というのはデビュー当時のこと。勝った。って思うけど、こんなことで喜んでる場合じゃないよ。IHI にタービンブレードを作らせたら即解決じゃない？低中圧タービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーにさせてみたら大失敗。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンだけは手放さなかった。ついでに、低中圧タービンよりずっと難しい高圧タービンでも、問題を起こさなかったことを知ってる？技術力の差か。ロールス・ロイスの具体的な温度は発表していないから全く不明。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より 30% 出力増と言ってる。その背景にはハイスピードでの技術進歩があるのだろう。EJ200 が開発された1980年代半ばに 1550°C という数字が出た。それから40年も経っているんだから、現在の基準から見ればずっと下だろう。技術は日進月歩で進化してるよね。日本製のエンジンは使われないと思う。なんて言ったって、エンジンは実績が最重要。コンピューターが進化したので、正確なシミュレーションができるようになったけど、実際に使ってみないとわからない不具合って山ほどあるはず。実績ゼロのエンジンを戦闘機に採用するなんて、まさに命がけ。高いコストを注ぎ込んで、そんなリスクを犯す必要ってある？予算がついたから、国産で行こうとは限らないのでは？今までのように、日本は、高い金を出して、アメリカあたりから完成品を買わせられることになると思ってます。国産にするのなら、入札か随意契約だろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。当然、日本製エンジンが使われるでしょう。次期戦闘機エンジンの製造と、機体設計に関しては、とっくに予算がついてる。軍事に関する限り、利権が絡んだリークとか、観測気球みたいな記事がすごくいっぱい出る。軍事産業は、動く金が桁違いに大きいからだろう。こういったニュースの精度はいい加減すぎるし、フェイクがほとんどだから、嘘に惑わされないようにしてほしい。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、IHI と設計までの契約が締結されているとか、IHI が設計したエンジンを、次は製造という普通の順序でしょ。何もおかしくはないですよね。設計まで IHI が契約済みで、今年度は製造に入るわけだ。IHI が設計したエンジンを、IHI 以外のどこが製造するっていうんですか？設計と別の企業が作るなんて、ありえないよね。
エンジン性能のネックになるタービン入り口温度は、XF91 で 1800°C 以上を記録した。EJ200 戦闘機は 1550°C だね。こんなに差があるのに、どうやって間に合わせるつもりなのか。能天気だね。日本向けの F3 戦闘機には、日本製のエンジンを乗せるってことは、ちゃんと了解されてるんですよね。日本だけでなく、イギリスもイタリアも、自国の企業に金を落としたいというのは同じ。ロールス・ロイス社だって、自作のエンジンをつけたいだろう。そうなったら、日本エンジンのライセンス生産になるのか、タービンブレードとか一部分だけは、日本に作ってもらうことになるかな。EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度？ロールス・ロイス社は、旅客機用トレントエンジンでも、爆発事故とか破損事故とか起こしてるんだけど、知られていないようだね。解決策として、IHI にタービンブレード作ってもらったけど、これもあまり周知されていないらしい。日本に助けられたってことをロールス・ロイス社は大っぴらにしたくないんだろうね。IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度は 1800°C だって。じゃあ、EJ200 は何度なんだろう？日本が製造をとっくに提案してるのに、XF9 系以外のエンジンって一体何がある？イギリスには EJ200 しかないよね。XG240 戦闘機も実験中と聞こえてきたけど、情報皆無なので、この話って本当なんだろうか？タービン入り口温度は、ジェットエンジンの推力を増やす重要ポイントなんだとか。だから、そこが、一体何度まで耐えられるのか知りたいんですよね。大事なところですし、答えがさっぱり出てこないということは、何かごまかしてる？トレントエンジンのタービンブレードは、ロールス・ロイス社製でしたよね。ロールス・ロイス社は自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげた。でも、それを公表していないのはどうしてかな？ロールス・ロイス社の優位性に傷をつけたくないから？印象操作してる？何のために？高圧タービンは手放してませんってロールス・ロイス社は主張してるけど、中低圧で不具合を出したのに、自分たちで解決できなかった黒歴史があるよね。1550°C ならロールス・ロイスでもできるだろう。でも、1800°C 以上となったら素材技術を持っている国じゃないと無理じゃない？どんなにあがいたって、日本が次期戦闘機を使い始めるスケジュールには、どうやったって間に合わない。無理だよ。イギリス国内向け戦闘機は、イギリス製のエンジンを使うはずだろう。X240 エンジンかもしれないけど、どっちにしても予定に間に合うならの話ってこと。日本は、現在、イギリス、イタリアと共に、次期戦闘機 F3 の開発を進めています。この開発において、日本製エンジン XF9 の採用が議論されていますが、ロールス・ロイス社のエンジンが主流となる可能性も指摘されています。開発の中で、日本が主導的な役割を担えるか、あるいは他国の技術に依存する形になるのかが注目されています。また、技術的な課題として、エンジンのタービン温度耐性が挙げられており、日本の高度な材料技術が、どの程度影響を与えるかが鍵となります。このプロジェクトの進展により、日本の航空自衛力の未来が左右されることになります。